お待たせいたしました。そろそろ土曜の昼の歌声喫茶始めていきたいと思います。感染が引き続きちょっとですね増えておりますので、感染予防対策のためのマスクと、あとですね、予約の方のですね少々面倒ではございますけれどもですね、この日に来ますよっていうのを事前に教えていただけますとありがたいです。まだこのちょっとお店が突然お休みになるということもですね、まだ可能性としてはありえますので、よろしくお願いいたします。葉っぱが赤い今日この頃でございます。はい。
月も混んでおりましてね、皆さん少しでも秋を満喫しようとして、はい、まあ秋保滝だとか、あとは山形方面に向かう車でびっしりございますよ。逆の方面に来た方がいいと思いますけどね。皆さん今日は逆の方面ありがとうございます。今日はでも逆方面も結構混んでました。あ、そう、ね、逆方面全然混んでなかったよ。あっちはね、はい、こっちはこう、ニパロクあたりが混んでおりましたけどね。はい、はい、それじゃあもう一曲、秋の歌は210ページ。小さな好み、小さな好み。これはまあ数少ない、パパと、まあ、お父さんとね、の思い出、でございますけど、はい、それでは外国の曲でございますが、な写真が出ておりますが、これがビゼーさん。ビゼー。どう思います？はい、みんなすごいなと思います。靴下バンズのミゼさんの写真なんですけど、優しい歌をね、お作りになる方でございます。美しきパースの娘でしたっけ、この曲の元になっているのね。それでは秋のね、はい、春夏秋冬があって秋だそうです。じゃあ歌いましょう。ね、言われてましたけどね、昔はね。それでは森の熊さんでございます。
楽しい歌にしちゃっていいんでしょうか。それでは優しい熊さん、はい、本当は熊さんは逃げなさい、2番目が正解でございますね、はい、お逃げなさいとね、はい、それでは正解、正解というか熊さんに会ったら逃げましょう。そうですね。素敵なね、ロマンチック。
句の歌をいただくんですけどね、77ページ吉田に2つの石、はい、でもこの曲は曲想となんかこう詩の内容から見ますと、この2人は一緒になれたんでしょうかね。どうだと思いますか、ね、はい、なかなか戦争中のこの下の方に書いてありますね、ドイツに包囲され水を断たれたオデッサイという、その頃になった恋人というかどうなったのかちょっとね、分かりませんけど、このその後の映画をご覧になった方は見たのかもしれませんけどね、はい、これはですから、まあ、ロシア民謡ではなくロシア各国の沖に入るんですね、まあ、ちょっと新しい感じだと思いますけども、はい、ね、1959年二人の運命やいかに。高めにやるか低めにやるか迷っています。皆さん、高めというか一箇所この曲はね。一番一箇所ずつこうちょっと高いところがあるんですけども、どちらかっていうと今日皆さん顔ぶれを見ますと出そうな感じが、はい、じゃあ中間ぐらいで、で A マイナーで、thank you.
カノエルの弟さんが結婚する彼女もね、戦争で、いなづけを亡くして、それから立ち直るのに大変だっていうような、話がありましたけどね、はい、本当に戦争ってこういう悲しい物語がたくさんありますよね。ねえ、はい、あれ、なんだっけ、はい、久しぶりにね、志田、あの、なんだ、はい、何でしたっけ、志田未来ちゃん、未来ちゃん、未来ちゃんね、次第未来さんっていうね、はい、ご覧になってない方はわからないと思いますけど、弟さんの、彼女の役を次第未来ちゃんがやっております。久しぶりにね、拝見いたしました。さあ、それではロシアにもいろんな方がいらっしゃるということで、今は収穫の秋でございます、67ページから泉のほとり、それでは歌ってまいりましょうか。Welcome on.
ですからね、多いんですけれども、ウラルの組の木、歌ってみたいと思います。これもまあ、男女の、まあ、恋といいますか、青年 A、青年 B、いらっしゃったら、どっちもね、選べなくて最後なんていうのもあるかもしれませんし、なんでございますしね、青春の皆さんの思い出もあると思います。という歌でも、あのなんか仕事が終わって夕方ぐらいっていうのが一番好きですね。そうですね。何かこう、皆さんもそうだと思いますけど、仕事もそろそろ終わりだなと思って、まあ信用のベルが鳴る、そしてまあ5時過ぎ6時頃、最近は残業が多い方もいらっしゃるかもしれませんけども、帰ってくる、その時は一番よくありません。吉田さん昔銀行で働いてたでしょ。銀行じゃないけどね、保険会社で。保険会社か、はい、そうですね。終わるとね、6時で終わったんですか。うちはね、4時20分で終わるんですが、まともに帰ったことはありません。大体8時頃までは残業しておりましたけどね。ぐだぐだと仕事やったりやんなかったり、仕事がね、ダメなんです。残業がずっと、残業が、ほら先輩が帰らないと帰れないとか、そういうのもありましたけどね。でもそういう時はさっさと帰れって言われますけど、なんか昔と今では働くなんかね、中身というかそういうのが違ってきてますからね。今やね、残業とかあんまりしないようにというふうに、はい、そういうちょっと気だるいようなそういうようなひととき、どちらの若者がいいか、どこの国でも同じなのかもしれませんね。やっぱり帰る頃が一番ね、ウキウキしますよね。はい、それからが人生だっていう方いらっしゃいますから、はい、それは静かに
今日は、まあ今日は土曜日で当たり前ですけどね、はい、だんだん、まあ、秋が深まり、年末になりましたけど、年末どうするのかね、とか旅行行っていいのかどうかとかね、なかなか難しい判断でね、悩む。菅首相さんももう半分なんだか、何とも言いませんね。まあ、どっちでもいいような話をしておりまして、ね、なかなか、言ってもいいのか悪いのかわからないという感じでございます、はい、まあ、人のいないところって言うとなかなかね、人のいないところ行っても面白くないというのがありますから、人いないところ、ね、人いないところ行ってくださいって言われましたもんね、まあ、この前は人いないところなんとか行こうと思って行ってる方もいらっしゃいます。そうですね、今はキャンプとかがね、だから流行ってるかもしれないですね、はい、一人キャンプ、はい、一人で焚き火を見ながら。それでは、ね、はい、今度はフォルクローレを歌ってまいりましょうか、はい、フォルクローレと言いますと、あの、ね、サイモンとガファンクルの、ね、はい、歌とかありますけどね、この辺のやつはフォルクローレ、なんという胸の痛みだろうかって感じでしょうかね。この曲は作曲されたビオレート・バラさんというと、なんか向こうの有名な歌手だそうですけどね、その方が、まあ、昔、歌って、まあ、向こうでは大ヒットしたっていう話でございます。なんというものを痛みだろうか、これを訳した人もすごいですよね。はい、それでは歌ってみたいと思います。なんという胸の痛みだろうか。痛みだろうか。
なんですけど、ゴキブリの兵隊さんってゴキブリのことだったのか。今日車を運転してたらカメムシが入ってきて窓にぴったりとついてね、取ってしまおうと思ったんですけど、カメムシも必死に来ている。匂いで取らないでずっとね、サンプラザまで来ましたけど、それも2匹入ってたんですね。どこで入ったんだろう。はい、だんだんね、カメムシってうちの中に入ってくるんですね。暖かくなってくるとね。ああ、そうなんですか。ですから、暖かいところに入ろうとして頑張るそうでございます。はい、戦いですね。はい、入ってこないように。今頃どうしてるだろう。それでは、歌詞を持ちの方は150ページ。ラックから。Thank you.
ストでね、お待ちしております。それでは1回目の少し休憩、どうもありがとうございました。
しましたタンの歌声のステージそろそろ始めていきましょう。リクエストをいっぱいいただきました。まず歌のチラシの方からね、寒い朝毎朝の皆さんの感想ではないでしょうかね。できるだけストーブの灯油代がかからないように布団の中に長くしてもらう、まあ、布団とか、まあ、あるいは着てるものもちょっと厚めに着るとかなるべくそうですね、こう灯油をいかにかけないようにか、はい、灯油とか電気代がどうしようかかる季節になってきましたんでね、はい、この回のステージ、菅原夢君と私南部よしこでお送りいたします。よろしくお願いします。ピアノ伴奏南部大地アコーディオン南部田昭和です。よろしくお願いいたします。寒い朝からいきましょう。この歌がこういう題だったのか。ロングロングアゴー、はい、そう最近知りましたけどね。で一番の柿に赤い花咲くという歌詞の柿は柿の実ではなく生け垣、あ、生け垣、あ、そうですね、柿根ですね、柿根の柿だそうでございますからね。はい、思い浮かべるものは全然違ったりするわけですけど、ね、もう海の柿かな山の柿かなってそっちじゃないんですね、はい、もう生け垣なんですね。それではということは赤い花が咲くってことはこれはサザンカとかあれなのかなーなんてちょっと想像が膨らみますね。赤い花、生け垣、サザンカか椿か、まあちょっといろいろと想像が巡りますけど、植木屋さんで働いたことのある夢くんくんとは ね、 ね、想像が素晴らしい、はい、たまにワビスケっていう花もありますが、はい、知らないですよね失礼しました。それでは思い出を歌いましょう。ロングロングアゴー、ではご一緒に。今四苦八苦しておりますが、久しぶりに昔ロングロング。
します。じゃあ、あ、じゃあちょっと、はい、放送の方にですね、はい、今日は土曜日ということで、毎週土曜日には、お店にいろいろ体のことが心配で来れない、でも歌いたいのよというお客様がね、ぜひ流してください、ライブ配信をしてくださいということで、この歌詞も見れるように今ちょっと、大地くんがやってくれまして、なんとか映るかな、大丈夫ですね、2番まで見えると思います。いつもながら素敵な文章を書いていただきましたので読ませていただいて、
終わってから歌をスタートということにしたいと思います。じゃあマイクの方よろしくお願いします。画家はどうして自分の得意とする絵を彼女に送らなかったのだろう。バラの花は100万本といってもいつかは全部枯れてしまうというのに、等身大の女優の肖像画を送っていたら物語の展開も変わっていただろうと思う。塩ビ服に身を包んだ紳士たちの間でただ一人絵の具まみれの粗末な服のみすぼらしい画家が劇場2階の特等席に招待されていたかもしれない。紳士たちはこぞって彼女の肖像画を手に入れようと何万ルーブルもの値段をつけてきたかもしれない。でもそうしたらこの歌は生まれてこなかったでしょうね。100万本のバラです。
なんか志田さんがテレビでその女優さんが映っていて、その時言ってくれればよかったっていう。あ、なんかそう、まあ、女優さんがね、はい、その一言がね、なかなか言えないのがこのね、人生でね、男の人ってどうしてもそういうところが言いたいんだけれども言えなくて、あの男の人だけじゃないかもよ、日本人は特にね、思ってることをなかなか言えないかもしれません。そうですね、なかなかこう本音を言ったらね、大変な時代になっちゃったりとかね、なんか忖度しなきゃならない、忖度かーって一時期流行りました。もうアメリカの方のフォークソングはそういう意味では、一人一人の自由にものが言えるように、言いたいことを歌に託してということでね、ずっと広がったたくさんの歌がありますけどもね、フォークソングからあのウィッシャルオーバーカムと、あと先ほど花はどこへ行ったといただいておりましたね。まず花はどこへ行った、花はどこへ行った、歌集の147ページ、歌集をお持ちの方147ページ、花はどこへ行った、英語でもね歌いたいというお話だったので、あと後から最後に英語版が出てくると思うので、英語でも一回歌ってみたいと思います。終わり。
ブライブスまた、ね、黒人の命も大事ということで大規模な運動があってね、この歌もずっと歌われている世界中で一番歌われている歌かもしれないということです。 We shall overcome。小学生たちがずっとそのスターという名前もついてる学校なんで星の授業を随分やってきて子どもたちがぜひそれはね自分たちのお小遣いを集めて直すためにこのお金を使ってくださいと運動してそれ集まったの10万円でも予算から言うと何億円という予算が足らないのでもうそれは捨てようかって話だったらしいですね。ちょっと集めてはあれなんだけどちょっと予算足りなくて、そしたらそのテレビ局で取り上げてもう全国からもう地球全体に至るまで、いやそこまでアメリカ中からね寄付も集まり、あと議会でも問題になりやっぱり直して使いましょうということになったというね、やってましたけどね。はい、そ
それで素晴らしいあの宇宙の星の衝突と、それから生まれてくる星の赤ちゃんの映像、綺麗なのをいっぱいね、見せていただきましたね。すごい、まあ、番組もすごいですよね、宇宙も。すごい綺麗なんですよね。あと何年、何億年ぐらいになっちゃうと宇宙が、宇宙の終わりとは何かとか、なんか全然、まあ、私も見たときに言ったら、ちんぷんかんぷんというか、あと何年ぐらいで終わると言われたら、ピンとこないみたいな。でもちょっと綺麗な話だけで。収めておきたい。失礼しました。まあでも地球が終わる日はあまり考えない。何億年とかね、まだ先に。それでリクエストが瑠璃色の地球というね。この青い地球ね、はい、少し宇宙から見たら地球のね、星ですごく綺麗だそうです。そうですよね。こんだけ綺麗な星って宇宙全体見てもなかなかないんじゃないかな、はい、じゃあこの曲のお好きなこちらの女性に歌っていただけたらありがたいな。もしくはあのリクエストしてない方でも、あのこれ歌いたいっていう方いらっしゃったらぜひ。あ、今日は今回はみんなで歌いたいと。じゃあみんなで歌いたい。みんなで大事な青い地球を歌っていければ。していただいていいでしょうか。さあ、皆さんもどうぞご一緒に。ルビー色の地球。二人を包んで
リクエストで忘れなぐさをあなたに谷さんからね、いただきましたので、谷ジョイさんから、はい、今日は5つ目の素敵なメッセージ、元気のある歌でリクエストがとても多いですよね、忘れなぐさをあなたに、歌集の10ページに、はい、ちょっと読ませていただきます。忘れなぐさをあなたに、一読しただけでは別れた後も私のことを覚えておいてほしいという切ない恋の歌と思いがちですが、よく読んでいると随分自分勝手な歌だと思えてくるのです。普通はいつまでもあなたのことは覚えていますを主体的に言うのに、この歌はあなたの方で覚えておいてほしいと多動的に言っています。そして本当に愛しているのなら、自分のことはさておき、あなたの幸せを祈りますと言うべきところ、この歌は幸せ祈る言葉に変えてと、相手の幸せは放っておいて、あくまでも自己中心的に忘れないでほしいと忘れなぐさまで送っているのです。そういう自己中心的なところが嫌になって、相手は別れると言ってるのかもしれません。そんなことは多分わからないでしょうね。最後に積んだ忘れなぐさをそのまま送るとすぐに枯れてしまうでしょう。それでいいのですか、それとも押し花にして送りますか、ということが書かれております。新しい考察による忘れなぐさをあなたに、新薬の忘れなぐさをあなたに、では歌ってみましょう。これはお見事だ。別れても心の奥に
ここに幸ありって華々しく歌う歌もございますよ。リクエストいただきました。どうぞリクエストしてくださった方よかったらご一緒に歌いますか。よろしくお願いします。出張マイクも出向きます。いかがですか。よろしく。ここに幸歌いますか。ここに幸じゃあマイクと他にどうですか。テキストされてない方でもぜひ歌いたい。あ、大森さんがどうぞよろしくデュエットも大丈夫ですよ。広い野原いっぱい咲く花を
えてたかなと思います。また皆さんのお越しをお待ちしております。ピアノの伴奏南部大地、アコーディオンは南部、ギターを持ってます。